今日のテーマですが、このほど出版しました本スルーする技術について再度お話しさせてください。10月発売になりましたが、数回アマゾン売上トップ10に入りました。4位になったり5位になったりですね、今は十数位に今落っこちてますが、まあ10月1ヶ月とても高いランキングされておりました。スルーする技術という本はですね、私の35冊目の本なのですが、ストレスマネジメントです。イライラモヤモヤから脱却する、コミュニケーションの取り方なんですが、本書のですね要点極意と呼んでますが2つです。1つはですね、人間社会いろいろな人との付き合いの中でですね、多様性を受け入れるということです。もう1つは嫌な相手は上手にかわすことです。付き合いを避けられない会社の同僚とか友人とか、いさかいや喧嘩をせずに心安らかにコミュニケーションを円滑に取るコツをお教えしています。そんなことを言う私もですね、若い頃過去にはいろいろとイラついたりですね、ストレスを上げたり血圧が上がったりしました。禅を組んだりですね、長く空手やってますけれども、空手道場で座ってみたりいろいろやりました。無になるんだ、空の心を身につけるんだって気張ってですね頑張ってみましたが、結局は実りはありませんでした。ところがですね、ここに来てひらっとピカッと輝くものがあったんですね。それはですね、安泰な心をキープするそのマインドセットはですね、2つのテクニックがあるだろう。一つはですね、いろいろと世の中はですねバラエティに富んでます。自然界もですね、なんでこんな生き物がいるんだ、人間社会もですね、なんであんなやつがいるんだ、何が面白くて生きてるんだ、あいつの趣味何あれ、いろいろなものがあります。良きにつけ悪きにつけですね、多様性に富んでます。自分が好きなものを人に押し付けてですね、それを良しとするのはですね、これは相手を否定することになりますが、自分だけ良しとする自分よがりなんですね。いろいろあっていいじゃないですか、いろいろな宗教あっていいじゃないですか、いろいろな人種がいていいじゃないですか、いろいろの国があります。すべてをですね否定しないで、いろいろあるさなと思うことです。すなわち多様性を受け入れることです。そのマインドセットによって私たちは安泰な気持ちを、安泰ストレスを上げない生活を保つことができます。もう一つはですね、スルーする技術の中で書いているもう半分は、嫌な相手を上手にスルーする技術ですが、これについては次回にお届けいたします。次回にご説明いたします。今日もお聞きいただいてありがとうございました。